今回のキャラクターパック3のラインナップもすごいですね。もし次の動画でこれコンプリートしたら、なんかすごいな。皆さんこんにちは、住所レグブルーだ。ヒューだ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちらのレゴスーパーマリオキャラクターパック3を開けます。はい、ついにレゴスーパーマリオキャラクターパック3を開けます。これ自体の発売が7月頃だったんで、僕はその時活動休止中だったので、発売して2ヶ月経っちゃったんですけど、ようやくこちらを開けることができます。今回のキャラクターパック3のラインナップもすごいですね。ラインナップは全10種類で、クリボン、パラボム、クロスケ、テレサ、トーピード、コネメット、マープキノコ、ガサゴソ、バサバサです。もうとりあえずこの中で欲しいのはもう当然テレサです。僕はマリオのキャラクターの中でテレサが一番好きなので、これはぜひとも当てたい。しかも今回のテレサは恥ずかし顔になってるので、これもしかしてリバーシブルフェイスで普通のテレサになるのかな。もしそんな感じだったらすっごい嬉しいな。ちなみに普通のテレサ手に入れるとなったら1万2000円するスーパージョー買わないとついてこないので、これは本当にありがたいです。あとはビリキューとガサゴソ、これが欲しいですね。今回僕の家にはこのキャラクターパック3が、はい、全部で12個あります。内訳を話すと、6個は京都のトイザラスで買って、6個はオンラインストアで購入しました。というわけで今回は京都のトイザラスで買ってきたキャラクターパック3を開けます。ちなみに今回はサーチは一切しておりません。18個買って10種類コンプできなかったら、コンプリートできなかった分を屈辱の単品買いします。はい、それでは開けます。こういう開封動画結構久しぶりだな。では1個目開けます。いただきます。記念すべき1個目はこれだ。よっと、おお、ワンアップキノコだ。うわ、やったー。はい、1個目はワンアップキノコが出ました。では2個目開けます。せーの、よっと、おお、ビリキューだ。わ、やった。はい、二つ目はビリキューが出ました。では三つ目開けます。テレサ出てほしいな。せーの、よっと、おお、骨メットだ。はい、三つ目は骨メットが出ました。では四つ目開けます。せーの、よっと、あー、これはクロスケーだ。おー、今のところ4つ開けて1つもダブってないです。はい、4つ目はクロスケーが出ました。では5つ目開けます。あ、ちなみに5つ目なんですけど、これ6個のうちこれが一番パンパンに詰まってます。せーの、よっと、あれ、出ない。おお、あ、こうやって出るんだ。あ、これはガサゴソだ。あ、ガサゴソってこうやって入ってるんだ。ええー。はい、5つ目はガサゴソが入ってました。では最後6個目開けます。もうこれでテレサ出たら、なんかすごいな。せーの、よっと、あー、これは違う、テレサじゃない、パラボムだ。おお。はい、6つ目はパラボムが出ました。はい、今回の結果はこのようになりました。出た順で言うと、ワンアップキノコ、ビリキュー、コネメット、クロスケ、ガサゴソ、パラボムです。思えば前回もなんか6個開けて1種類もダブらずに出たので、これもしかしてなんですけど、次の6個でまさかコンプリートするんじゃないかな。もし次の動画でこれコンプリートしたら、なんかすごいな。では今回出たこちらの6種類を一気に組み立てます。
はい、6個すべて組み立てました。今回のキャラクターパックもすごいよくできてます。特に僕が一番好きだなって思ってたのが、このビリキューです。ビリキューのこの雷パーツめっちゃかっこいい。で、あとはクロスケなんですけど、クロスケは基本的に空のステージとなっています。そういえば7月頃にジュゲムのセットが出たので、空のステージなのかなって思います。はい、まずこちらがワンアップキノコです。全体はこのようになってます。ワンアップキノコは砂漠ステージとなってます。毎回思うんですけど、レゴマリオのキャラクターパックのこの台座パーツめちゃくちゃいいですよね。たまに入手困難なレアパーツも入ってます。はい、そして今まで登場してきたキノコ系のアイテムと並べるとこんな感じです。基本的にワンアップキノコも他のキノコと一緒ですね。パワーアップキノコのリカラーアイテムとなってます。はい、続いてはこちらのビリキューです。全体はこのようになってます。ビリキューのこの雷パーツがめちゃくちゃかっこいいです。なんか雷パーツって僕の中でレゴ忍者ゴーに結構ついてくるようなイメージがあります。はい、こちらがビリキューです。ビリキューについてはこれ完全新規ですね。このビリキュー特有の雷パーツがちゃんとクリアになってます。ビリキューといったら僕マリオパーティー6の対戦ステージあったんで、あれで覚えてるんですけど、ビリキューってなんか僕の中で黒かったイメージがあるんですけど、これどうだろう。ビリキューの台座パーツはこれ火山ステージか砦ステージだと思います。はい、こちらが骨メットです。全体はこのようになってます。はい、同じメット系と並べるとこんな感じです。骨メットも要はメットやトゲメットの、リデッコですよね。はい、そして同じ骨系の骨クリボーと並べるとこんな感じです。なんかこの2体並べたらすごい雰囲気が出ますね。はい、そして台座パーツはこのようになってます。台座パーツは DS のマリオで例えるならステージ6のものなんじゃないかなって思います。最近のマリオはあんまわかんないですけど、こういうステージって出たのかな？どうだろう。はい、続いてはこちらがクロス系です。全体はこのようになってます。はい、こちらがクロス系本体です。もうこれ完全にゲームまんまですね。このヒンジパーツがクロス系の足ですね。いや、もうすごいよくできてるな。で、ちゃんと丸い目も再現されてて、これはすごい。台座パーツは空のステージがモチーフとなってます。 DS のマリオで例えるならステージ7ですね。思ったんですけど、僕クロス系って確か DS のマリオのステージ8に結構出てきたイメージがあるんですけど、あれ一緒かな。どうだろう。はい、続いてはこちらのガサゴソです。全体はこのようになってます。個人的にこのガサゴソもすごいよく作られてます。マリオの DS でガサゴソってこうやってぶら下がってるんですけど、ちゃんと蜘蛛の糸がついてるので、これは再現度が非常に高いです。で、ヒンジパーツが口を再現してます。はい、そしてこちらがガサゴソの台座です。ガサゴソって沼地ステージだったんで、てっきり毒沼の紫だと思ってたんですけど、がっつり緑色ですね。はい、では最後はこちらのパラボムです。全体はこのようにパラクリボーと比べるとこんな感じです。基本的にはボム兵にパラシュートパーツがついただけですね。はい、ボム兵と並べるとこんな感じです。はい、そして台座パーツは砂漠ステージとなってます。はい、ではレゴマリオとレゴルイージで音声確認といきます。まずはワンアップキノコからいきます。おー、ちゃんとワンアップの音が出ました。じゃあ2回目以降は、2回目以降はもう取れませんね。では続いてはレゴルイージいきます。レゴマリオと一緒ですね。では続いてはビリキューいきます。そうか、ワンアップキノコ取った後敵踏んだらこうなるんですね。いきます。おっ、すごい、ビリビリになってる。混乱した。おお、すごい。ビリキューってこういう音声が鳴るんだ。すごいな。じゃあルイにも一緒の音声ですかね。いきます。一緒だ。おお、いや、すごいな。じゃあ普通の状態でもどうだろう。いきます。普通の状態でも音声は変わんないですね。では続いては骨メットいきます。骨メットはメットと一緒の音声ですね。ではルイージいきます。
では続いてはクロスケいきます。あ、クロスケはクリボーと一緒で一回踏んだらもう終わりですね。じゃあルイージ行きましょう。では続いてはこちらのガサゴソです。では行きます。あ、ガサゴソもクロスケと一緒ですね。ではルイージでもう一度。はい、そして最後はパラボムです。では行きます。あ、パラボムはゴム兵と一緒ですね。ではルイージ行きます。はい、レゴマリオキャラクターパック3はこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック3を6パック開けて10種類中6種類が出ました。今回の結果なんですけど、ほぼ前回と一緒で1個もダブらずに10種類中6種類が出ました。今回6種類出て、その中でも特に気に入ったのがこのビリキューとガサゴソです。ビリキューについては完全新規で音声も特有なものになっていてとても良かったです。でガサゴソは本当によくできていて、本当にこれゲームから飛び出して出てきたと言ってもいいですね。はい、次の動画ではトイザらスオンラインストアで購入したキャラクターパック36個を開けたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。